タブレットを充電する場合、付属品の AC アダプターと USB ケーブルを用意してください。 USB ケーブルの大きい方の端子を AC アダプターに差し込んでください。次に USB ケーブルの小さい方の端子をタブレット本体の側面にあるマイクロ USB 接続ポートに差し込んでください。AC アダプターを家庭用コンセントに差し込むと充電が開始されます。タブレット画面右上の電池マークで現在のバッテリー状態が確認できます。電源キーはタブレット本体の側面にあります。電源を入れるには電源キーを長押ししてください。電源を切る場合、電源キーを長押しすると、画面に選択肢が表示されます。電源を切るを選びます。画面を直接指でタップしてください。タップとは、画面を指で一度ポンとタッチすることです。確認画面が表示されたら、同様に OK をタップします。電源が切れるまではしばらく時間がかかる場合があります。タブレットをしばらく操作しないでいると画面は暗くなりスタンバイの状態になります。再び操作をする場合にはタブレット本体側面の電源キーを押します。この時画面はロックモードになっていますので、スワイプ、画面を指でタッチしてそのまま任意の方向にスライドさせてください。これでホーム画面のロックが解除され、最後に表示していた画面が現れます。タブレット本体から出力される音声やアラーム音などの音量を調節する場合、本体側面、電源キーのそばにある音量キーを押すことで音量の調節ができます。またヘッドホンをご使用の場合は本体側面にあるイヤホンジャックをご利用ください。別売りのマイクロ SD カードをご利用の際には、タブレットに対応するサイズ、容量や種類にご注意ください。タブレットに挿入する場合、本体の電源は切った状態で行ってください。本体側面にあるカードスロットのカバーを開きます。マイクロ SD カードを挿入します。カード文字面とタブレット本体裏面が同じ向きになるように、つまりカード金属面はタブレットの液晶側と同じ向きになるように挿入します。カチッと音がするまでカードを内に押し込んでください。カードスロットのカバーを元に戻せば終了です。マイクロ SD カードをタブレットから取り外す場合、本体の電源は切った状態で行ってください。本体側面にあるカードスロットのカバーを開きます。
挿入されているマイクロ SD カードを軽く押すと、マイクロ SD カードが飛び出すので抜いてください。カードスロットのカバーを元に戻せば終了です。